じゃあ行きましょうか。皆さん一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします、はい。僕たち何者かっていう話をするんですけど、僕保育園の先生です。一緒にやってください。はい、ということで、はい、ちょっとやってみましょうか。はい。はい、やってみようか。ヤッホッホーという曲です。座ったままでもできるので、一緒にやってください。はい、簡単に手を動かしてやるので、じゃあ、ヒカルお姉さんの真似をしてやってみてください。はい。じゃあ、手を前に出してください。手を前に出してもらって。はい。はい、いいですか。簡単ですよね。こんな感じなので一緒にやってください。じゃあ
僕らを見続けている。一生懸命練習してきました。この成果を発揮したいと思います。夜は受験生がいるので練習すると怒られるので、朝起きて受験生が寝ている部屋でツバメを踊ってました。寝ている部屋で踊ってますか？朝活ですね。朝活僕は追い込み方なので昨日夜に2時間踊りました。頑張りました。よかったら一緒に不簡単な振り付けのところだけでもサビのところだけでも一緒に踊ってください。これ実は保育所の、運動会でも踊りました。子供たちも踊りましたし、とてもとても上手、ね、素敵な踊りになりましたけども、ね、その踊り負けないように頑張りましょう。じゃあちょっとフォーメーションを組みます。Thank you.
する。